幡ヶ谷牛タンテールというんですよね、はい、こちら見てください。名物牛タンステーキ吸い放題。何言うてんの何枚でも無料です。青な行きましょう。はいはい、こちらは名物ね、牛タンステーキ吸い放題ですから。はい、怖い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 、何してんの。怖い。これ全部食べても無料なので。アホな。何枚焼きますか。何枚焼きますかじゃなくて、違う違う違う、これまあ厚切りとかのレベルちゃうねこれは。すごいな。あの牛タン半分にしてるだけやからこれ、うん、ほんでこれもそのものやし、これそのもの、こんなでかいんだ。でも食べあの無料やから、実際ほんまにこれだけ食べれる人がおったらこれ無料なんですよ。まさか宮迫さん今日これ全部行くとは。当たり前やろお前こんなもんいい宇宙やで何枚とか言いません、もうバンバン持ってきてください全部食いますから。何枚はじゃあお任せでいいですか。そうですね、ただいいは宇宙です。パンもじゃあいっぱい。はい、いいは宇宙ですから、お姉さんいい宇宙ですあ、来た。お待たせいたしました、こちらおかわり自由の3席でございます。生でも食べられるお肉なんですけど、もうアホですよいや本来こんなんじゃないでしょ。いや頼まれたらそうです、はい、ほんまに、はい、この倍でも出します。ほんまに、はい、ちょっとプレートが2枚になりますけどめっちゃ笑ってる。これ無料。いやこれ食えるちょっとこれめっちゃ普通に笑っちゃってるんですよ。女性でもそれぐらい食べたいから。え、マジで。ほんまに。1.34キロ。一旦ちょっと食うわ。炭差しで使ってるやつやから。生でもねいけるって言ってましたね。一旦何もない状態のやつ食いますね。一旦何もない。そのちょっと一回ちっちゃいやつ。うわ、うま。噛めば噛むほど旨味がもう。ずーっと旨味が。ぎょん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 。一回あの一枚バージョン見てみたいな。あ、オッケーです。はい。これ特別バージョンですか。うわ来た。はい。うわー。これが本来ね、だいたいこみんなこれ頼む。これが少なめなの。はい。これ俺あの両面をカリッといきたいわけ。結構焼きますね。サクッといきたい。なんでこれを悪魔の粉でいきますよ。いいひ。悪魔のレモン粉にしよう。全部悪魔の粉にレモンちょっとだけつける。はいはい、来たよ。悪魔。はい。うわ、うまっ。焼き加減は